か目とかもうちっちゃすぎてほとんど額入れるともう潰れちゃうぐらいなんですよ、うん、だからやっぱり作品展に来られた方はみんなびっくりします。葉っぱ切り絵アーティストのリトさんがこれまで未公開だった初期の作品から最新作を一堂に展示する大規模展覧会を開催。リトさんが自ら作品を案内しながらアーティストとしての軌跡を語りました。今回は僕がこれまでこの葉っぱの切り絵にたどり着くまでにどんな紆余曲折があって試行錯誤の中たどり着いたのかっていうのを皆さんにこうなんか追ってこう体験してもらうような作品展にしたんですよ。なのでこれが本当に一番最初に描いたボールペンのイラストで、ここから全部がスタートしましたっていうところからこう流れていくっていう、実はなんか今作ってる可愛い世界観みたいなと全然違う、こういうもなんか怪獣みたいなのを描いたりとか、これはカニですよね、こういうのをいろいろやってきたんですよ。これは黒い紙の下にこうレインボーの色が入ってて、でスクラッチってお金で削るとなんか100円が当たるみたいなのあるじゃないですか、あれと同じでペンでここを削っていくと下のこの虹色の紙がこう見えてきて、でこうやってなんかこう細かくやっていくとこういう絵が描けるみたいな、同じ紙なんですけど物が変わるだけでもなんか違う色で塗ったみたいにこう綺麗に出るし、ただこれはもう一回削ったら終わりなんで失敗できないんで大変なんですけど、立体物も作ったんですよ。これも100円ショップで売ってる石粉粘土っていう、時間が経つとカチカチに固まる粘土があるんですけど、粘土なんですね、この粘土を固めて、でそこに最初のボールペン画みたいに細かく絵付けしていくっていう、これなんかもうこれカエルのを作ってるんですけど足の裏まで全部塗ってあるんですよ。でこっちが、紙の切り絵ですね。これが葉っぱ切り絵の直前、これは白い紙に、絵を描いてで切り抜いてって最後に黒い色をスプレーで塗ってるんです。これよく見ると全部つながってるんで、これとかもこれも全部つながって手に持てるんですよ。この文字のところまでつながってるんですか？つながってます。これも全部どっちかというとその可愛い世界で見せるっていうよりも自分のこの細かい技術力をみんなに見せるっていうのを頑張ってた時期なんですよね。このボールペン画からスタートしてこのスクラッチの細かい技術も使った紙の切り絵ってことで、こう今までのが全部ここに入ってるっていう、自分の今までやってきたことの一応集大成的なものとして作ったんです。へー面白い。でここから葉っぱの切り絵になるんですけど、これも今作ってるのとはちょっと違うんですよ。例えばこれキリンなんですけど、なんか今作ってる可愛いのとちょっと違う、リアルな、どっちかっていうとちょっとアートっぽい感じだったりとか、これは宮沢賢治銀河鉄道の夜を作ったんですけど、かなり初期の頃の作品ですね。これがツイッターで初めてすごいバズったんですよ。ドカーンって、でフォロワー数が一気に何千人も増えて、で、あ、これは今までのやってきたことの中で初めての反応だったんで、うん、自分のやってきたことは間違いじゃなかったかもって言って、これも手にこうやって持って空にかざしてこう撮影してるんで、ここが全部つながってギリギリのバランスで立ってるんですよ。こっちが全部カメレオン、ここは最初の初期に描いたボールペンのカメレオンと、これが紙の切り絵のカメレオンで、これがスクラッチアートのカメレオンで、全部今までカメレオンを結構いろいろ作ってたんですよ。カメレオンをなんでなんですかね、カメレオン好きだからじゃないですかね。カメレオンのなんかどんなところにリトさんは魅力を感じてるんですか？なんかね不思議なんですよね、尻尾がこうぐるんってなってるのとか、なんか目がこうギョロギョロするのとか、あとなんかこうゆったり歩くのとか見てて飽きないんですよ。で今のカメレオンはちょっとみんなもこうなんかこう万人の人に見てもらうようにだいぶこう可愛い感じにしてますけど、今回の展覧会は葉っぱ切り絵で物語が展開する初の絵本まねっこカメレオンの刊行を記念して開催された展覧会です。カメレオンは唯一シリーズでもうこんだけ作ってたんですよ。それでこんだけカメレオンの作品があるから一冊にまとめられるんじゃないかってことで絵本になったんですよ。だから唯一最後のラストの部分だけ今回の絵本に合わせて作ったんですけど、
いろんな形をこう真似っこしていくんですけど、最後にこの今日真似したいろんなものたちがこの夢の中でもこう出てきて真似してるっていう。この本物の葉っぱで見ると、うん、もっと細かいんだ。相当ちっちゃいですよね。なんか目とかもちっちゃすぎてほとんど額入れるともう潰れちゃうぐらいなんですよ。うん、だからやっぱり作品展に来られた方はみんなびっくりします。一応手でこうやってつけることで作品のサイズ感が分かるようにはしてるんですけど、それでもやっぱりこんなにちっちゃいって思わなかったですって。だからなるべくたくさんの人にやっぱ実物見てもらいたいんですよね。葉っぱ切り絵アーティストのリトさんが初期作品から最新作の葉っぱ切り絵を一堂に公開。アーティストとしての軌跡を作品を案内しながら語る。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。